あーそう、結構いっぱい入ってるじゃん、混浴？え、めっちゃ混浴じゃん、いいな。これで、ね、あの、お湯だったらね、完璧なんだけど、あ、すごいすごい、すごいいっぱい近づいてくる。ありがてえ。ドア開けたまま危ないよ。なんか後ろから来そう。あ、ダメダメ、見入られてるこいつ。やばいやばい、夕日に見入られてる。まずいぞ。ルイちゃん、ルイちゃんが、あ、貴重なショタワークが落ちる。あー、いいね。すごい今笑顔だったよ。素敵素敵。やっぱりお化けもやっぱり笑ってくれた方が可愛いと思うよ。こんにちは、編集担当のライトニングのバコです。今回も前回のあらすじをざっくり説明しますね。前回は行方不明の妹を探していた日々の冬日さんが残念ながら退場となりました。即ボスになってしまったのは残念でしたね。また右の黒沢ひそかさんも幽霊に連れ去られてしまったことが判明。ドライムーンの嫁がまた一人減ったようです。真ん中の小塚田優里さんが一人になってしまいましたが、これからどうなるのでしょうか。それでは3話弔い写真どうぞ。日本全国の濡れガラスの巫女ファンの皆さん、こんにちは。今日はどうしようかな。稲川淳二です。いやーね、怖いな怖いなと思ってたんですよ。ということで、早速やっていきましょう。今日は第3章、弔い写真というところからやっていきましょうね。前回あれどうだったっけ、なんかいろいろあって、なんかいろいろあって、なんかあの悲しい事件だったねみたいな感じになりましたね。作家本庄蓮は祭りの夜に少女を殺したという記憶に苛まれていた。密かに影見を依頼した蓮は弔い写真を収めた写真帳を受け取る。ああはい、助手の鏡やルイを連れ自ら写真が発見された廃旅館へと足を運ぶ。ここでシーンが変わるんですね。前はあれだよね、ユーリさんっていう女の子が、まあ、メインでやってたんだけど、今日は違う人みたいだね。誰なんだ、北条蓮って、あの男の人か。1話ぐらいに出てきたあれだね、男の人だね。とりあえずアルバムを見とくって感じ。古いアルバムめくってる。実質夏川りみですね。この子イケメンだけど、男か女か今んとこ分かんないね。なんかでもこれ中性的な顔ですね。あら、昔のこう可愛い女の人の写真ですね。なんだなんだなんだ、お、すごい。すごい、こっち向いてくれた。めっちゃ目合っちゃった。これ、もしかして、恋。あ、またなんか目下行っちゃったね。綺麗だけど。なんだか悲しそうな人ですね。ああ。うん。そうだね。こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？あ、ドライブのタイプの女の人はパッツンでメガネで黒タイツです。よろしく。あー、これ男だな。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。男と男か。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。直接行くタイプの人ですね。同じ考えですか？場所は聞いてある。あ、でもこれさ、カメラなしで行けんの？なら遮影機を持っていきますか？持っていけるんだ。こっちにもあるんだね。まだ使ったことはありませんけど、試してみるチャンスかもしれません。ってことは出るってことだね。あそこは良くない場所だと聞いていますから。夕暮れ時に入ってはならないという噂があります。ちょっと前も聞いたぞこの話。大間が時に山に入ると、大間がタイム、別の姿、本当の姿を見せる。なんかちょっとあれね、ちょっとエッチな感じの姿を見せちゃった。やっぱ夜はね、そういうやっぱ雰囲気になっちゃうもんね。あ、ということで、旅館、いや、温泉か。温泉旅館に着きましたと。先生、その遮影機、本当に使えるんですか？確かに。一度、試しておいた方がいいと思います。ああ。複眼遮影機。複数枚の写真を連続で撮影できます。連写で4枚の写真が連続撮影。すごいじゃん。
あ、フィルムをね、多く使うからね。なるほど。一応ちょっと念のため確認だけさせてもらいますね。綺麗に取れました。あー、あんま膨らみはないね。お、でもちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっとドキッとしちゃった。びっくりした。ちょっとそんなドアップで来られちゃうとちょっとびっくりしてない。あ、あってなんない。あ、ちょっとちょっと。この旅館の旧館。行くか。はい。奥にある古い建物は以前は山を祀るお寺か神社の一部だったと言われています。旅館になった後、経営者の一家が住んでいたようですが、日上山全域で大きな地滑りがあり、土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは旧館の建物みたいですね。遮影機が反応している。そうらしい。お、またお化けさん。遮影機はありえないものを見せるという俺が密かの言う影見の力なのかな。この人は別になんかそういう力があるわけではないの。で、助手くんがついてこないんだけど。助手くん、助手、お前歩くの遅えな。なんでそっちくるくる回ってんだよ。こっちついてこいよ、お前助手。特にいないね。やっぱ男を襲ってもしょうがないからね。俺前回ここ置いたっけ、置いてたっけ。風で動いたもんだ。あ、よく言うやつですね。風のせいかみたいな。お、あ、じゃあいけいけいけ、取れるか。あ、取れた。影に佇む男、影に佇む女、影に佇むドラえもんつうことでね。あ、なんかある。お、お化けさんだ。どうもこんにちは。ほら来いよ、俺の新しい連射機能で攻撃しておるよ。来いよ、ほら行け行け。あ、なに、ちょっと待って、あれ、うまく攻撃できませんでした。いいね、なかなか強いね。最近のお化けはちょっと強いのがトレンドだ。相変わらず生首いっぱいだな。なんかでもアイテムとか出てこないんだね。倒したらアイテムもらえますみたいなったらもうちょっとやる気出るんだけど。お、土砂崩れの後、旅館の主人は上へと誘う男。はあ、3階ね。早く行ってもらいます。 OK です。海へ飛び降りたとか。よくある話。そうですね。やっぱ男もさ、やっぱ濡れたらちょっとセクシーな感じになるのかな。ちょっと濡らしてみたくなってきた。それ以来、3階のベランダを見上げると誰かが見下ろしているという噂が。はい、すみません。すみません。鍵、遮影機が扉に反応してる。あ、これね、よいしょ。ああ、はいはいはい、あそこね、さっき風でしまったとこね。あちらで戻んのか。何か強い力で抑えられている。射撃が反応している。同期撮影。同期撮影って会社かなんか。同期で一緒に撮りましょうみたいな。射影機を考え、同じ写真になる角度を探す。難しいこと言わないでよ。あ、なんか来た。ここか、ここか、ここでいいか。お、やめて、切る。なんだ、ちっちゃいなこいつ。すごいちっちゃいやつ出てきたみたいになってんじゃん。行け、連射モード。ああ、すごいすごいすごい。うわあ、おの、のお触り失礼。うわ、すげえ、なんか80年代ぐらいの画像の荒さ。こんな見えねえって。
わかんねえよこれじゃ。こういう感じ？お、手が来て、そこから連れ去られるパターンのやつ。あ、お疲れ様でした。あ、すごい結構いっぱい入ってるじゃん。混浴？え、めっちゃ混浴じゃん。いいな。これであのお湯だったらね完璧なんだけど。あ、すごいすごいすごいいっぱい近づいてくる。ありがてえ。助かる。あれ？あ、なんだったの今。あ、こうか。あ、いた。はあ、カメラ、最近のカメラって何でもできんすね。物は呼び寄せてくるわ、鍵も開けられるわ、最高じゃん。ゲットだぜってことね。鍵ゲットだぜっつって、黄色いキーホルダーの鍵を見つけた。はーい。お、来た、来いよ、おらおら、お、いたいたいた、よしよし、来い来い来い。ああ、やろうやろうやろうやめてくれ。ああ、いい顔いい顔してる。でも、あ、すごい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 、めっちゃ顔近い。お前も戦えよ少しは。何お前不安そうな顔して見てるだけなんだよ。痛い痛い痛い。おお、何楽しそうじゃん。何お前ちょっとアトラクションみたいなことすんだよ。 D 社のアトラクションみたいなことしないでください。あ、すごい、めっちゃこっち見てる、めっちゃ頭髪見せてくれる。おー、すごいすごいすごい。おー、来た来た来た。あれ、あはは、ついに襲われた。あ、行った、行った、やったやった、やった。何だったんだよ例の消えた場所。何か落ちてる。あー、今のは主人だったね。あ、道理でちょっと強いと思った。この水かごは元は巫女社。へー、この山に入ることは死を意味した。へー、見取ってくれ。あ、悲しい話でしたね。 OK、 レッツゴー。あー、どうもちゃん。えー、なんかまた黒い髪か。黒い髪で、あー、でもちょっとあんま胸ないっすね。ちょっと残念でしたね、今のは。もうちょっとな、大きければな、勝負になったもの。お、夕日が綺麗だ、山が溶ける。夕日に見入られた男。意味てんだよ、夕日ないじゃん。おい、ちょっと、すごい、結構軽くいくタイプだね。あ、さっきの主人の人ね、夕日に誘われている、水に呼ばれている、これは正しいことだ。そうか、誘われちゃったわ。この真下は2階の窓ガラスが割れた場所。ああ、さっきのね、さっきのとこはこっからイントゥージャンノーしたわけだ。なんでドア開けたまま危ないよ、なんか後ろから来そう。あ、ダメダメ、見入られてるこいつ、やばいやばい、夕日に見入られてる、まずいぞ。ルイちゃん、ルイちゃんが、あ、貴重なショタ枠が落ちる、まずいまずい。あー、いけない、それはいけない。お、大丈夫か、間に合うか。ルイ、あー、やめてー。これ俺が止めに行くタイプ？どうした？とりあえず取っとくか。オッケー。あ、すごい、ここ邪魔だった。お、何かいるのか。さっきの黒いやつじゃん。あの、やべ、俺があんまりちょっとでかくないとか言ってた。やべ。お、どこ行った？お、なんだなんだなんだ。なんていうのこれ。
やりやがった。これ行け。停車攻撃で、ね。あ、連射するとすげえ次の攻撃まで時間かかるな。ほら来いよ。ほら。ほら、フェイタルフレームパワー。まだカウンターには定評があるんですよ、攻撃で。いや、強いっすね。やばい、こいつ、ボスだ、多分。ちょっと待って。ダイバルもなんか、あー、ちょっと待ってね。やばい、ルイちゃんがやられる。チャンルイが。あー、やべ、なんか、なんか、ちょっと。やったか。まあ大したことなかったっすね。どうしてあんなことを。覚えてないのか。記憶を失っている。とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。あれ、おどうしよう。あれ、前回出てきた人だ。すげえ、唇熱。めっちゃ溶けるじゃん。え、また冷戦。マジか。こいつもよく出てくんだ。もう来いよ。とりあえず退治してるみたいな。近い。めっちゃ近い。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。おい、あらららら、どうしたどうした。意外とちょっとこの人はサイズがでかいっすね。おお、なんか踊ってる。あー、いいね。すごい今笑顔だったよ。素敵素敵。やっぱりお化けもやっぱり笑ってくれた方が可愛いと思うよ。あー、やっぱこう胸元がすごいあれだね、セクシーでしたね。あんま苦戦しなかったな。さっきのボスの方が強かった気がする。去っていったな。帰るぞ。帰ろう。旅館の主人が残した写真帳は氷上山にいたという民族学者のものだった。怨霊に導かれ、射水から命を絶とうとした類、そして雨に濡れた巫女、いくつもの謎を残したまま霊は氷上山を後にした。ということで第3章かな、おしまいです。アイテム1個もつかなかった結局。素晴らしいね。ということで次回に続く。またな。